はい、おはようございます。塚原農園です。こちらの圃場は、前作ですね、ほうれん草を栽培していた圃場になります。そこへ、竹パウダーを振って、雑草が、多少生えてましたが、その上に、広島県の原田農園さんが作った竹パウダーを散布して、耕しておきました。で、今作はですね、4月から、ナスの、定食ですね、ナス栽培をしたいと思いますので、こちらのナスの元肥ですね、肥料を、散布する前に、プラソイラで、排水対策ですね、あと土を柔らかくするために、今から、こちらのトラクターで、こちらは菅野さんのですね、プラソイラ工ですね、これを、3本詰めになってます。これで深さ、60センチぐらいですね、地中深くこの爪を入れて、排水対策の方を、まず先に行いたいと思います。
はい、こんな感じでですね、一通りですね、今プラソイラ、スガノのプラソイラで、爪を入れました。プラソイラの爪の形状はこんな感じですね。下の爪3つが、下に60センチ地中に刺さって、地中の鉱板をですね、上に上げて、で、ここの V の字で、砕く感じですね。で、ここの形状が少し湾曲、外に内側に向いてますので、下から掘り上げた、土をですね、下層部の土を上層部に上げるときにちょうどここのところあたりで、脇に寄せるように少し形が内側に向いてますね。ちょっと画像では分かりづらいと思いますが、こんな感じですね。こんな感じです。それで今やったところの場所ですね、今畑に爪を入れたところに今来てますが、かなり足がズブッと入ります。まあ、1メートルぐらいのイボ岳でしたら、スッとそんなに抵抗なく簡単に刺さるぐらい柔らかい土になります。これは赤土ですね。もともとここはポンプ小屋で、があるような、陸田で、水稲栽培をしていた圃場になります。それを転作をして、今年昨年からですね、ほうれん草を作って、で今年から初めて、ナスを、栽培するわけですが、今までずーっと稲作でしたので、これですね、あまり深い、稲作の場合は深く、耕したりしませんので、鉱板が赤い粘土層のものがですね、今出てきましたね。こんな感じですね。ここがちょうど層が分かれて見やすいと思うんですけれども、こんな感じですね。ちょうどここから、ここのラインから上が柔らかい層だったんですね。もうちょっと高さはあると思うんですが、30センチぐらいですね。そこから下が鉱板、ここが硬い層でずーっと、ロータリーでは届かない、部分でした。とてもこれギューッと締まってますので、この状態だと、ナスの根っこは地中深く伸びますので、いずれ酸欠、最初の初期の生育はいいと思うんですけど、中期からですね、ナスが根っこを地中に、伸ばすために、ここの部分が、空気の、暖流化になってませんので、途中で酸欠を起こして、成長が、低下してしまいます。まあ、結果収量ですね、収穫する量に影響してしまいますので、ここの部分を地表面にですね持ち上げて、で、これから、肥料と堆肥を入れて、耕せば、これがうまく、上層部と下層部の、土と混和していい感じの土になるということで、結果、空気が中に入り込んで、柔らかい土になる。で、排水ですね、排水の排水性も良くなるという、このような感じになります。まあ、全体に見渡していただくとこんな感じですね。赤土がゴロゴロと転がっているのは、下の部分に持ち上がっている。であと真っ黒い土も所々ありますね。こんな感じです。いい感じに、下の下層部のが、上にですね、砕いて、持ち上がってますね。これがプラソイラの、やり方になりますので、もしですね、プラソイラに興味がある方いましたら、またコメント欄にてコメントいただければ、わかる範囲でお答えいたします。じゃあ今日はですね、トラクターによる、プラソイラ工のですね作業になりました。今日もご視聴いただきありがとうございました。またこれからですね、引き続き、今日はちょっと動画がまた長くなってしまいますので、これからですね、これを、堆肥ですね、巻いて、ロータリー掛けをしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。